こんにちは。今回は東京都心を南北に貫く2つの重要な通りを皆さんに紹介します。ドライブの様子をお楽しみください。上野駅前から南下して秋葉原神田を経由し、東京駅の東側日本橋京橋を過ぎて銀座から新橋へ至る、この赤い線で示している道は中央通りといいまして、大変有名な江戸時代から続いている歴史ある道です。この道の下には地下鉄の銀座線も通っていて、日本の一大繁華街です。終点の新橋から折り返し、今度はこの中央通りのほんのすぐ東側を通っている昭和通りを皆さんにご覧に入れます。昭和通りはまた中央通りの補完的な役割も果たしていて、中央通りとは随分雰囲気の違う大きな通りです。この地下には地下鉄日比谷線が通っています。どちらも大変魅力ある道路です。こんな短い距離ですけれど、これほどいろいろと喋れるのか、東京の中心にはいろんなものがあるということを楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。中央通りの始まりは JR 東日本上野駅の目の前です。この交差点を左に曲がることで中央通りが始まります。今回は自動車の運転を安西さんにお願いしています。ご協力いただいて誠にありがとうございました。画面の左側が神田東京方面です。上野駅前はいつでも人でにぎわっています。 JR のガードのその奥にそびえる高い山、これは昔寛永寺のあったところ上野恩賜公園としてたくさんの人が集まります。国立科学博物館、国立美術館、東京芸術大学、上野動物園などがこの奥の山の上にたくさん揃っています。左側、年末のお買い物で有名な飴屋横丁です。右側には京成電鉄の上野駅があります。 JR の上野駅とは少し離れています。この右側には忍ばずの池などが控えます。しかしここからでは建物が高すぎてもう見ることができません。しかしこれほど大きな道をどうして作ることができたのか、東京にはね、人がいっぱい住んでますから大きな構造物を作るのはなかなか大変なことです。その歴史は江戸時代まで遡りますが、1640年代のことだったかと思います。明暦の大火という江戸市中のほとんどが焼けてしまうとんでもない大火事がありまして、そしてその火事の反省から、なるべく火事を燃え広がらないように土地と土地の間隔を空けようということで大きな道路を作ることになったようです。その道路を広小路と言います。現在でも東京にはいくつか広小路という地名が残っていますが、これは江戸幕府が当時設置させた広小路、防災の施設、その土地の名前がそのまま残っているのです。左側のこの松坂屋、大昔から使っている古い建物、とてもそうは見えませんが、中のエレベーターは大変レトロです。しばらく進んで、現在もう御徒町は過ぎました。山手線の駅で言えば、次は秋葉原です。日によってはこの先のところ、歩行者天国といって、自動車の運転は全部やめさせて、その中をたくさんの人たちが歩くということをするそうです。いつでも歩道が混んでいますので、そういうことをしたくなるのも無理はありません。中央通りも秋葉原のあたりへ来ると、やはりサブカルチャーの街とか電気部品の街とか、そういった雰囲気が漂います。人通りはこのあたりが一番多くなります。秋葉原ももともとは何もなかった広大な野原のような場所だったようです。だから秋葉原、本当は秋葉原と呼ぶのが正しくはないようですが、ここもやはり火事の対策で大きな空き地とされていたところ、その後明治になってからここへ鉄道を通すことになったので、山手線、京浜東北線、総武線、上野東京ラインなどが数多く集まる鉄道の重要な交差点として現在は発展しています。沿道を見ると本当に多くの人が割と無秩序に歩いている、そんな光景も見られます。中央通りを横断するなんてね、そんな怖くてできないと思うんですが、たくさん人がいっぱいいれば変な人も中には生まれるんです。渡っているこの川は神田川です。右側にやはり戦前に作られた古い橋、万世橋の欄干が見えました。そして今度は中央線をくぐります。この右側にかつては中央線の万世橋という駅がありました。その駅ははっきりと残っています。しばらく皆さんに早回しでご覧いただきましたが、この辺りが神田です。奥にちょうど神田駅を出発していく山手線とその情報を通過する上野東京ラインが見えます。神田と呼ばれる地域はどうも東京ではかなり広いようです。ここから 1,2 キロ歩いていったところも神田と呼ぶことがありますからね。私も一体どこまでが神田と扱えばいいのかよくわかりませんが、もともと神田山という大きな山があったので、その山の周りを全部神田と呼んでいたようです。山はなぜないのかというと、東京湾の埋め立て、江戸湾の構造を作る時などに全て埋め立てで山を切り崩してしまったからだそうです。だから多分山がもともとあった後、その周辺はもう大規模に神田と呼んでいたんじゃないですか。だからその地名があちこちに現れるわけですね。ここから先、神田地区より日本橋地区に入ります。神田と日本橋の境界はどこかと言いますと、はっきり残っておりまして、今川橋という交差点があるんですが、これを越えた先にもともと三十間堀川という川があったようです。現在は今川橋という橋も消えてしまい、その川も埋め立てられて小さな細い道になっています。昔ここに存在していた三十間堀川を越えると、そこからは東京都中央区日本橋地区に入ります。
もうすでに車は日本橋を走っています。右側には高い建物がずらっと並んでいます。相当豪華です。すべて三井グループの土地です。多分そうだと思います。少なくとも三井グループの建物が建っていることは間違いありません。立派な商業ビル。もともと江戸時代にここに三井高俊という人がやってきて、越後屋呉服店を開き、現金かけ値なしの商売でお金を儲けました。そのお金を使って幕府御用達の両替商、金融機関をやりました。お金がもっと増えて、もともとここにあった越後屋呉服店はどんどんその土地を広げて、まあ越後屋呉服店だけになったわけではありませんけれども、相当この辺りの土地を全て買い上げるということになったそうです。越後屋呉服店は現在三越本店としてここにやはり営業を続けています。三越の本店が大正3年、確かそれぐらいの建設で、そしてこちらの三越の西館、これもですね、相当古かった、これも戦前の建物だったんじゃないかな。どちらも日本橋のシンボルです。そして日本橋の北側の交差点のところへやってきました。今室町を過ぎていよいよ日本橋を渡ります。上には首都高都心環状線が通っています。ここに日本道路原標が埋められています。ここが日本の道路の起点ということになっているのです。日本の道路の起点となっているその道路、そこはただ中央通り1本だけが通ります。車は今日本橋の交差点に来ました。この辺りからはまた街の様子が随分変わります。まず先ほどの日本橋を越える手前のところ、三越の周辺は日本橋北詰めと呼びます。日本橋の北側です。この辺り日本橋の南側は日本橋南詰めです。南詰めの一つのシンボルがやはり戦前から建っている古いデパート高島屋です。高島屋は日本で初めてだったと思います。重要文化財のデパートということになりまして、1階のところから中を見渡すとそれはそれは豪華絢爛です。中に入って歩くだけでも楽しいのかと思います。そしてそれを過ぎるといよいよ街の雰囲気が変わってきます。この辺りはどうしてこのようなオフィス街、かなり整然とした雰囲気になっているのかといいますと、さっきの日本橋北詰めはもともと江戸時代は町人たちがたくさん住み、そして商売を栄えさせていたようなところでした。対してこの日本橋南詰めはもともと江戸時代には武家屋敷がずらりと並んでいたようなところでした。そしてその侍たちの土地は明治になった後は全て使わないということになりましたので、まあ、おそらくはどこかが買い取って、そしてまた再開発ということになったんでしょう。だから割ともともと土地の所有者がまあ明治になった近代では存在しなかった、そのような場所がこの日本橋の南詰め、そして京橋地区ということになります。日本橋の南側と北側で土地の様子が若干違うのは、古く遡ってみれば江戸時代の身分制度や封建制度の名残と、そのように考えることもまあできるのかと思います。さて前方に見えてきました銀座京橋と書いてあるこの文字ですが、その上を通っている高速道路、これをくぐりますといよいよこれから銀座ということになります。もともとここには汐留川という川がかかっていました。現在は川は埋め立てられて、その上に高速道路がかけられています。もちろんだから当時はこの中央通りを進んでいけば橋手によってこの汐留川を越えるということになったわけですが、現在も橋の名残がいろいろと見られます。例えばまず道がちょっと盛り上がっていますが、これはまあ若干橋の名残と言ってもいいんじゃないかと思います。実際こういう形だったのかどうか私は分かりませんが、さらにもっとはっきりした形として、この紳士服の青木の少し前方に昔ここにあった京橋の柱がそのまま残っています。日本橋、京橋、新橋と、これが江戸の三名橋だったようです。どれも大変立派な橋で、どうも宝玉が掲げられるほど立派な橋であったようです。この先いよいよ銀座というところですが、残念ながら本日中央通りは歩行者天国で、昼間自動車が通ることはできないようでした。もっとも夕方の6時以降は通ることができるようになるそうでして、じゃあまた後で来て、ここから先は夜の景色を皆さんにご覧いただくこととしました。後で来た方がね、もっと綺麗な景色になりますよ。これが日本で一番地価が高いと言われております銀座の夜の光景です。大きな交差点を一つ過ぎるごとに1丁目2丁目と進んでいきます。2丁目と3丁目の間には大きなデパート松屋銀座があります。ちょうど今ウィフィとコラボしているようです。この建物かなり新しく綺麗に見えますが、実は大正時代の終わりに建てられた相当古いものです。今銀座の3丁目まで来ました。銀座はちなみに全てたどると8丁目まであります。そして基本的に縦にまっすぐ進めば1丁目2丁目と進んでいく、かなり分かりやすい仕組みです。今度左側の建物は三越の銀座店、右側は和光本店です。両方とも戦前に作られました。爆弾が当たってもとりあえずは大丈夫だったようです。4丁目の交差点を過ぎてもなおもきらびやかな街が続きます。ところで道は片側2車線となっています。これはもともとは1車線1車線の道でした。この道路の真下に地下鉄の銀座線が日本でいち早く完成しましたが、しかしそれでもなお戦争が終わってしばらくの間、さらに地上には東京都電車の1号線、流行る1号線を名乗る路面電車の路線までありました。要するに2階建ての鉄道がここに敷かれていたということになります。
そのため自動車を走らせるのはかなり大変だったようです。1960年代の銀座の映像を見たことがありますけど、東南アジアを走るタクシーのようにね、もうぶつかってなんか何人も一日に死んでるんじゃないかみたいな、そんな危なっかしい運転をしておりました。どんどん進んで、今自動車は新橋に近づいてきています。銀座は京橋から新橋にかけてまでの間です。今ここが銀座7丁目、そして8丁目に新橋があります。一番終わりのところ、年中クリスマスツリーが上がっています。ここは博品館、明治時代にはここに立派なビルが建っていました。そして一番終わりのここが銀座新橋と掲げられている汐留川のあったところ、それを過ぎると新橋駅まで至るということになります。その後もう一度また戻ってきて、銀座を逆向きに皆さんにご覧いただこうと思います。せっかく素晴らしいところですから、中央通りの終わり銀座のところは皆さんにも何度も見てもらって、まあ、それで構わないかなと思えるぐらい東京の自慢の景色です。もともとこの辺りが半島の突端だったようです。今では考えられないことですが、実は徳川家康が入ってくるまでの江戸はもうこの辺り銀座のところまでで、陸地は終点ということになっていて、そして今の東京駅とかそれから築地の辺りはもともと全て海だったそうです。銀座のところ中央通りの沿道は元から土地があったところで、ちょうど中央通りが海岸の中、ちょうど海の中道のようなところを突き切っていく、まあ、もし大昔から存在していた道路だとすれば、まあ、かなり気分最高な渚のドライブウェイ、まあ、そんなところだったんじゃないかと思います。全く今の景色からでは想像することができません。中央通りの脇にもともと存在していた日比谷の入り江、それはどうも神田の山を崩して、そしてそこに土を入れて埋め立てて現在の土地になったようです。またもう一度4丁目の方面を目指して自動車が戻ってきました。今ここが銀座の5丁目かな、次の交差点が日本で一番立派なところかと思います。かねてより皆さんに銀座の空襲のお話をさせていただいています。最近視聴者の方から新しい情報をいただきました。これまでは地下鉄の銀座線から空襲の跡を見ることができるというお話をしていましたが、画面のちょうど矢印のところ、ここ分かりますかね、下がちょっと道がくぼんでいて、近くに行くともっとはっきり分かりますが、昔どうもここに爆弾が落ちて、それを大きな穴が開いた跡を埋めて、現在もあのような名残、くぼみが存在しているのだそうです。それではこれで中央通りの紹介は全部終わらせていただきます。ただこの中央通り、今は新型コロナウイルスの関係でこの時間でも随分道が空いていますが、もっと普段は流れが悪いはずです。夜だからね、もっと本当はタクシーとかがもっといっぱい出てきているはずなんですが、その台数も少ないし、夜に銀座に出かけるという人もいないからスムーズに抜けられるけれど、いつもは全然進みません。そんな大変な中央通りを救済するためのもう一本ありがたい道路が存在しています。それがこちらです。後方に新橋の交差点、そして中央通りに入りました。このまままっすぐ進めば銀座、日本橋、神田、上野と進んでいきますが、そうではなく右の車線に入って地下道に入ります。前方にそびえる銀座の街並みを上目に見ながら地下道へ。結構道が狭いそうです。1960年代に作られたこの古い道を通って車は昭和通りへ抜けていきます。昭和通りは銀座にとっての高速道路のようなものです。銀座の車の台数があまりにも多く、また道の流れも悪いので、脇の昭和通りを使って逃げて、そしてスムーズに東京の一番混雑しているところを抜けてしまうということができるようになっています。新橋から地下道に入るともう銀座を完全に通り抜けて新京橋というところまで出ることはできないようになっています。今アンダーパスを越えて地上の区間に入りましたが、それでもまだ車線を変わることはできません。左側にはガードレールが並んでいます。そして引き続きアンダーパスへ入ることになります。これが昭和通り名物のアンダーパスです。この昭和通りと並ぶ中央通りはどちらも途中晴海通りや八重洲通りなど主要な幹線道路を横切るということになります。その時に主要な幹線道路同士が交差をするとやはり渋滞の原因ということになりますが、この昭和通りは大変道幅の広い道路で、なんと片側5車線もあります。そのため2車線ずつ真ん中にこのようなアンダーパスのある区間を設けて、そして主要な道路との交差を完全になくしてしまうということができるのです。そしていわゆる銀座のエリアは全てこの昭和通りはアンダーパスで抜け切ることができ、信号を1回も経験することなく銀座を過ぎてしまいます。今アンダーパスが終わったと思ったらまたすぐアンダーパスが続きます。しかしもうあそこには高速道路があって、もう早くも銀座が終わってしまうのです。この高速道路は先ほど皆さんに紹介した汐留川です。今新京橋のところまで来ました。そしてまたもやアンダーパス。そしてこのアンダーパスのところを見ていただくと、左側に地下駐車場が存在しているのが分かります。東京にはもうほとんど土地がありませんので、
このアンダーパスを上がってくるその地上の部分の間、地下にはやはり空間が残っているということになりますから、そこもきちんと活用し、駐車のスペースとして活用しているわけです。そしてまたこの昭和通りの地下には地下鉄銀座線が通っています。また地下駐車場の区間が終わるともう一度アンダーパスということになります。今大通り、八重洲通りと交差をするところですが、全くそんなことを気にしなくてもどんどん進んでいきます。タクシーの運転手さんなどもアンダーパスを使われることがあるんですが、あまり慣れていない方だと、あれこっから先アンダーパスに入っても大丈夫なんだっけな、結構不安になることがあります。乗客の方も詳しくなっておけば、さらにこの辺りは速やかに抜けることができます。多分東京とか神田あたりから新橋へ抜けるとき、この昭和通りを通るのが鉄道よりも早い最速ルートということになるのではないかと思います。ところでなぜ片側5車線もあるこのような巨大な道路が作れていたのかといいますと、実はこの昭和通りはもともと関東大震災が起こったことに起因して計画をされたものです。関東大震災でやはり大火が起こり、東京中が焼けてしまいました。せっかく焼けてしまったんなら、新しい都市を作るときにより将来のことを見据えた強い設計にしようと、大きな道路を作って横幅100メートルもある昭和通りを作るという計画が持ち上がりました。しかしさすがに横幅100メートルは広すぎるということで、44メートルにそれは縮小されるということになりましたが、まあ、しかしともかくやはり横幅は44メートル、かなり広い道路となりました。そしてそれはもちろん将来にわたってもう一度火事が発生した時にそれを延焼させないという効果もあったでしょうし、それから戦後の高度経済成長の時に上に首都高速道路を通したり、下に地下鉄の日比谷線を通したり、地下の駐車場を設けたり、そしてさらにスピード感を持って超えることができるアンダーパスを設けたりすることに使われることになりました。昭和通りのスピードはもうこの辺りの主要の幹線道路とは一線を画す素晴らしいものです。今江戸橋を渡ってもうすでに神田日本橋の境界の辺りまで来ています。これが昭和通り最後のアンダーパスです。あっという間の光景です。皆さんにはほとんど映像をカットしたものをご覧に入れていません。さっきの中央通りのゆっくりとした感じ、あれもまあ川で簡単な小舟に乗って遊覧をする感じで良かったですが、こちらはもうまるでジェット機のような進み方です。あっという間に全てのアンダーパスを抜けて、もう神田今川橋の近くまで戻ってきています。この後はアンダーパスから左に入って、みんな一つの昭和通りを仲良く走り続けるということになります。まあ、ここでアンダーパスが終わるのはもっと先まで作ることもできたでしょうけれど、しかしもう必要ないということなんでしょうね。多分中央通りの2倍か3倍ぐらいの速さで来てるんじゃないかな、まあ、体感的にはね5倍ぐらいの速さなんですけど、ともかく凄まじいものがあります。今川橋に戻ってきました。そしてその後左折してもう一度中央通りを通り、ここから先は東京駅方面に向かいます。この動画はここで終わりとさせていただきたいと思いますが、もしこれが面白いと思われましたら、まあ、チャンネル登録とか高評価してもらってもいいんですけど、それも嬉しいことなんですが、引き続き内堀通りと外堀通りの動画をご用意しておりますので、それを近日中に公開いたしますから、またご覧いただければと思います。東京駅の日本橋口の目の前を通って、今山手線の内側、皇居の目の前のところまで来ました。これから内堀通りをぐるりと一周、その後は外堀通りを一周して、さらにその延長上にある東京湾岸有明方面を目指します。ぜひお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。